今年の夏、香川県にある豊島という離島で、ここで民宿を営んでいるご夫婦から怪談イベントの依頼をいただきまして、でまあ数ヶ月前からこのご夫婦とやり取りをしまして、どんな内容にするか、そんな話を詰めてたんですけれども、まあ、せっかくでしたらね、この離島に来られるお客様に向けて離島にまつわる怪談を一本用意するということになったんですが、僕正直この離島に関する話って持ってなかったんですね。なのでもう急遽探すしかない。スリラーナイトに来られるお客様にも、そういったね、離島の話ありますかって声かけてたら、意外と早く見つかったんです。でこれお話聞かせてくれた男性、まあ、僕よりちょっと年上ぐらいの方なんですが、まあ、僕と同じで髪の短い方なんです。なので頻繁に髪を切りに行くんですが、まあ、そうそうね、この美容室なんか行ってるとお金かかっちゃうっていうことで、もっぱらこの方が行ってるのが1000円カットのお店、まあ、非常にリーズナブルなんですね。その日もこの男性行きつけの1000円カットに行きまして、この待合席で待ってますと、今ちょうど自分の目の前で髪を切ってもらってる男性がいる。でその方もね、この短髪で、あの落語家の三遊亭小遊三さんに非常に似たタイプの方だっていうんですよ。でとにかくよくしゃべる。で今まさに自分の髪切ってくれてるこの床屋さんに向かってもいろんなことを話しかけてるんですが、会話の中で突然この小遊三さん、まああえて小遊三さんにしますけれども、ふとこの床屋さん見て、あれ、お兄さんさんもしかして関西の人と、それまでこのにこやかに会話してた床屋さんピタッと手を止めて、まあ西日本の方です。非常に歯切れの悪い答えなんです。西日本、まあ、西日本って広いけど、西日本のどこなの。まあ西日本のある離島です。離島、離島っていうとさ、こうやっぱ自然が多くって、いいとこなんじゃないの。まあよその人から見たらそう見えるのかもしれないですね。じゃあ何、お兄さんは自分の生まれ育ったその離島あまり好きじゃないの。僕はあの島が大嫌いなので、それで島を捨てて東京に出てきたんです。そう言ってこの床屋さんポツリポツリと話し出した。でこれ、この男性もおばあちゃんから聞かされて育ったそうなんですが、戦時中のことなんです。この西日本にあるある離島で、この島の中で、まあ、地主だったんでしょうかね、非常に権力を持った男が一人いたそうなんです。で島民全員をこの自分の手下のように扱う非常に傲慢な男。ただね、他の島民の人たち、この男に逆らうことができなかった。でそんなある時、この傲慢な男、島の若い娘に恋をしたそうなんです。で一生懸命このアプローチしたんですけども、結局振り向いてもらうことができず、この若い娘、別の若い男性と結婚したと。ただこれがどうしても許せなかったと。そんなある晩、この地主の傲慢な男、自分の手下 4,5 人引き連れて真夜中、この新婚夫婦が寝ている家に忍び込んで、その場でその若い夫婦を撲殺したんです。ただこの男、まあ、島にね、唯一いる駐在まで抱き込んでいたので、これね、未だに事件になってないんです。で結局その殺された若い夫婦の親族も未だに泣き寝入りですよ。でその後その夫婦の家取り壊されて、後にそこに立ったのが僕の生まれ育った家なんです。でもね、あんな家とてもじゃないけど住んでられないんですよ。あの家にいるとね、頻繁に家の中に
ラジオのノイズのようなザザッザザザっていう音がするんです。とその音に混じって人間の本当の断末魔の悲鳴、そして本気の命乞いが聞こえるんです。あのね、本気の人間の命乞いってとてもじゃないけど聞いてられないんですよ。そんなもの僕子供の頃からずっと聞いてきたんです。だから僕あの島が嫌で出てきたんです。でその島ってどこなの？はい、西日本のある離島です。この床屋さんそれしか答えなかったそうなんです。というある離島にまつわる出来事でした。ありがとうございます。スリラーナイトプレゼンツ日曜怪談バラエティ怖いテレビのお時間です。さあこの番組では毎回素敵なゲストの方に登場していただいておりますが、今回はどなたでしょう。では早速お呼びしたいと思います。今回のゲスト、下駄花尾さんです。はあ、入ってきました。はい、どうも、いやありがとうございます。お願いいたします。いやよろしくお願いします。はい、いや下駄さんね、はい、なかなかこうスケジュールがすれ違って、いやそうなんですよ、本当に本当に申し訳ない。いやいやいや、こちらこそ。何回断りました？いや本当にね、見事にこうすれ違いましたね。多分ね、4回ぐらいはあのすみませんスケジュールが多分言ったと思うんですけど。そうなんです、結構早い段階であの下駄さんに出てもらいたいなと思って。あの本当にね、3回目ぐらい僕多分 LINE したと思うんですけど。そう、本当に嫌とかじゃないんです。そのなんか避けてるとかじゃなくて、本当にスケジュールがあってちゃんと言いましたよね。いやでもこれ本当面白いもんで、はい、多くないですかそういうことって。なぜかこの人とすれ違うみたいなのとか。あ、だからそれがね、僕今日起こったんですよ。ああこの前某週刊誌の人と取材の日がありましてですね、はい、でその日電話かかってきて、下田さん今どちらですかと、今こちら着きましたって言われて、僕その時新幹線で静岡にいたんですよ。はい、で相手は今新宿着きましたって言って、僕完全にすっぽかして、でそれでうわこれやってもたと思って、はい、でもう本当ごめんなさいって言って、で新しい次のまだちょっと違う日程お願いしますって言われたのが今日なんですよ。はあはあはあ、で今日昼間ぐらいに待ち合わせやったんですけど、うん、次相手の記者の人が来たんですけど、はい、カメラマンと編集が忘れてたって言って呪われてんちゃうかなと。あれなんでしょうね、そういう期間ってありますよね。なんすかね、呪われてますよね。かと思えばやたらとこの人と短期間でやたら会うなみたいのもありますしね。ああ、それはありますよね。うん、だそれこそ下駄さんとも結構数年前から、はい、いろんなイベントでご一緒しますよね。そうなんですよ。僕なんかね、結構いろんな人とね、ちょくちょく会うてんすよ。そうですよね、去年の夏とかえぐかったですよね。なんかどの現場行っても数日前にもみたいな、ね、またロックさん、またゲタ君みたいな感じだったですよね。本当にで、ゲタさんですね、はいはい、実はこの番組、まあ、トーク番組なんですけども、はい、毎回ですね、ゲストの方とこう、うん、愉快なトークを繰り広げるわけですが、サイコロトークってのをね、発明しました。すいません、はい、発明したとしたらめっちゃ遅いですよ。はい、皆さんそうおっしゃるんですけど、なんかそうみたいですけどね。あくまでも僕が考えたんです。あ、なるほど、はい、あくまでもロックさんが発明したわけです。そうです。あ、なるほど、はい、すいません、いやいや大丈夫です。ちょっとじゃあ どういう感じなんですか。はい、今回ご用意しましたのは、はい、まあ、サイコロの目を振りましてですね、はい、まず1が出た場合、はい、ででん、なんすかね、やっぱ発明したてなんでしょうね、はい、項目が全部なんかようあるやつね、うん、でしょ。いやそう思ったんです僕もね、全部書きながらね。別にいいですよ、好きな体位はとかでもいいですよ別に。僕は聞きたいですよ。ただ視聴者の方が望むかどうかというところです。まあ、まあでも聞いてみます。好きな体位は何ですか。ワンワンスタイルです。だそうですよ皆さん、
はい、ということでね、サイコロを転がしていこうじゃないかと。あ、もう早速ね、じゃあ早速いってみましょう。はい、あ、ロックさんが転がすの？そうなんですよ。これ僕が転がす。じゃあそのボード僕出しますよ、ちょっと。あ、じゃあ下駄さんせっかくなんで転がしてもらって。あ、そう、いやいや、なんかボード見てる方が。あ、じゃあ、はい、じゃあいきますよ、はい、じゃあね、そうです、転がす時にあの、はい、僕も掛け声かけますんで、はい、はい、いきます、はい、せーの、何が出るかな、何が出るかな、ダダ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 、あ、いいとこに、あ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 、おお、すごい、すごい、これ出ますね、これ画面外に行っちゃいましたか、これ、はい、はい、出ました、2! そう、これ前回のゲストで出ていただいたあの狩石58の宮城直樹さんとね、はい、お話ししてて、はい、この階段やってる方でその、ま、バンドマンの方、やけにベーシストが多くないかという話なんですけど、いや、あの言われてみたら、そうっすよね。これなぜなんですかね。いやー、こ、なぜって言われるとね、その僕は本当分かんないですけど、まあでもバンドマンで行くとなんか、まあ、こう、あの年代とか世代とか、はい、あのいる場所にもよると思うんですけど、若干死が近いですよね。ほう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 、ちょっとその何ていうんですか、あの荒いとこっていうか、はいはいはい、バチバチのとこってなんかちょっと近いじゃないですか、はいはいはい、だからこそなんかそういう話が出てくるのかなっていうのはなんか思いますよ。そのベーシストというよりもそのバンドっていう全体で見た時に、ほうほうほう、なんかやっぱりその知り合いの中あの人亡くなったらしいなとかやっぱ多いんですよね。あ、そうですか、まあその知り合いがねやっぱ増えるっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、結構ほらミュージシャンの方で 若くして亡くなっちゃったりとかってようあるじゃないですか。はいはいはい、ようあるでしょ、はい、あれそのメジャーの有名な人だけじゃなくてそうじゃない人たちもなんかやっぱり結構ね僕の感覚ではすごいなんかいるなっていうふうに思うんで、ほう、だからこそ多分その、まあ、怪談というかそういった世界に対して考えるきっかけが多いんじゃないかなと思いますよ、なんとなく、うん、じゃあ次、はい、じゃあじゃあちょっとまた、はい、じゃあいきますね、はいはい、何が出るかな、何が出るかな、ダダダダダダダ、ああああああ、すごい転がるこれ、あ、いきましたね、はい、1、さあ下駄さんといえばね、まあ、有名なところでその前職、はい、火葬場職員という、はいはいはい、経歴をお持ちですけれども、うん、で火葬場職員の話って、まあ、よく聞かれると思うんですけど、はい、実はそれだけではなく葬儀屋さんも、あ、そうですそうです、されてますもんね。そうなんですよ、あの火葬場から葬儀屋さんに僕転職したんですよね、はあ、で転職して1年2年かな、 2年3年ぐらいかな、すぐ、はあ、その時にあのバンドがメジャーになったんですよ、はいはいはい、でこれあのメジャーになると副業禁止なんですね。え、マジですか。あ、副業禁止、まあ、メジャーアーティストがねなんかバイトしてたら、バイトとか仕事してたらおかしい話なんで、あの基本副業禁止なんで、はあ、まあそれはやってるね、やってる人いるかもしれないですけど、まあもちろんそういうユニバーサルやし、うん、だからああと思って、でその時どうしようかな思ったんですけどね、まあ別に葬儀屋さんとかは別にまた慣れるし、うん、まあ、でもその音楽の方ってなかなかね難しいじゃないですか、うん、まあ、だからまあそっち行ってみようかって言って、まあ、そっち行くために葬儀屋さんは辞めたんですけど、うん、まあ、だから期間は短いですけどね。あ、どのぐらいの期間だったんですか。はい、1年2年2年2年って言ったら多分間違いないと思うんですけど、2年ぐらいですかね。そんな長くないですよ、まあ、でも、あの火葬場に結構長いこといてからの葬儀屋さんやったんで、うん、まあ、結構あのスルッと行けましたね。それはあの火葬場職員から葬儀屋さんに行こうと思ったきっかけというかどういう心境だったんですか。ね、火葬場で例えば遺族さんが来られるでしょう、はい、でお骨上げとかするわけですよ、うん、あの何々家様ではこちらお足元でお顔でとかでやるんですけど、うん、あのそのお骨上げってすげえ難しいんですよ、うん、究極あのなんでしょうね、マニュアル通りにやればいいっちゃいいんですけど、その遺族さんのテンションってあるじゃないですか、はい、なんか言ってもみんなこう和気あいあいとある意味こうしたい時もあれば、うん、まあ、本当にズーンってしてる時もあれば、うん、それが例えば亡くなった人がじゃあすごい若い人とかはやったらあれなんですけど、別におじいちゃんおばあちゃん亡くなった方が、ご高齢の方であっても、うん、そのご家族の雰囲気って全然違うんですよ、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだからみんななんかお酒飲んでイエーイとかわけっていうわけじゃないんですよ、うんうん、ね、でそのあたりを読み取るのめちゃくちゃむずいんですよ。だって遺族さんだって数分でそれ読み取っていいかなあかんわけじゃないですか、はいはい、で、あ、これなんかすごい難しいなとっていうのと、あとはその遺族さんここまで
ここに来るまでのね間にまあ何があるんかなっていう、うん、その時僕だから葬儀屋さんはやってないから、うん、分かんないんですよ、お通夜お葬式とか、ほう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 、でそこも見たいなと思ってる時に、あの火葬場で働いてるんで葬儀屋さんのことをめっちゃ見るんですよ、うん、1日に大きい火葬場やったら、まあ、10社20社とか見るわけですよ、葬儀屋さんを、うん、でそしたらやっぱその中にもちょっと仲良くなってくる葬儀屋さんも出てきて、うん、ほんでまあうちどうやって言われて、でそれで、あ、ちょっと相談してみますって言って、火葬場の方の会社も相談して、うん、であのじゃあ行きますって言ってそこの葬儀屋さんに行ってみたいな感じです、うん、はあ、なるほどね、そうか、確かにそうですよね、そうだから僕らはそのある意味こう終着点というかね、うん、その人の体が、まあ、肉体がある状態の最後っていうところなんで、うん、だその前を知りたいなと思って、まあ、それで行ったっていうのは、でそのおかげでやっぱりその火葬場とその葬儀屋さんとのなんかうちはこうなんだよとかで、うん、葬儀屋さんは葬儀屋さんでいやうちはこうやみたいなこのなんか言い分みたいなのが分かってきましたね、うんうん、あ、そういうあれがあるんですね、うん、やっぱね、そうですね、そういうんだろうな、すごく良かったなと思いますけど、確かにその世間的なねあれからすれば、例えば誰か身内が亡くなった、はい、でまあお葬式だなんだ、まあ、悲しみくれながらね、うん、やっぱりその個人をお送りするっていう、でやっぱこの一般というか普通の方からすると、うん、まあ、その葬儀屋さんでその後にねお葬式が終わってご遺体を火葬するっていうその火葬場職員っていう、うん、はい、で一体どこからがこうあの関係してるのかとか、地続きなのかとか、ちょっとその辺って、まあ、確かにその地続きのとこもあるんですけど、一部地方によっては、まあ、でも遺族さんからしたらね、その葬儀屋さんとか火葬場職員とか関係ない、みんな葬儀屋さんですよ、もうそういうイメージですね遺族さんからしたら、うんうん、まあ、なんですけど、やっぱその双方が双方のことしかこうあんまよく分かってないっていうのがあって、うん、まあ、だから葬儀屋さん行けて、まあ、全体像が見れたんで、うん、もう病院にまずお迎えに行くところから僕はできたから、うんうん、その大手やったらね結構例えば病院受けるだけの仕事とか、うん、ね、なんかあの会館でなんかお茶とか出すだけの仕事とか、うん、その細分化されるんですけど、僕は個人のとこ行ったんで、だから本当にあの電話受けて病院行ってそこで話してみたいなで、何日後にお通夜でお葬式でとかやって、じゃあ火葬何日で、でそれが終わってから次初七日法要があってみたいなところまでやったんで、まあ全体像は見れたなと思いますね、うん、おいや、これまあね本当あの職業的にねこんなこと聞いちゃうのもあれなんですけど、はい、やっぱこう会談なんかやってると、はい、その葬儀屋さんという業界で何かやっぱその不思議なこととかってやっぱあるもんですか？あのね、そうね、これだから僕がね本当に多分鈍感なんでしょう、うん、もう多分ね、別にその働いてる時僕自身は、うん、特になかったんですよ、うん、でまあよう考えたらですよ、例えば深夜の2時3時に電話を受けて、でなんとか病院って言われて、ああ分かりましたって、で裏から病院入って、うん、もう真っ暗な廊下をコツ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 歩くんですよ、はい、まあ、今考えたらすごい怖いなと思うんですけど、うん、なんか仕事してるとね、うん、全然怖ないんですよ、で火葬場もされたんですよね、うんうん、火葬場もあのもう全部誰もいなくなった電気消えたところを懐中電灯持ってコツコツ歩いて点検とかするんですよ、うん、よう考えたら結構怖いなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、仕事中はやっぱりなんかそのスイッチが違うんでしょうね、うん、だから全然怖くはなかったりするんですが、うんうん、あの僕のその働いた時のね、葬儀の結構年配の男性の人に言われた話っていうのがあるんですよ、はい、それがね、だいぶ昔の話らしいんですけれども、はい、とあるちょっと中年の男性が亡くなったと、うん、で、その亡くなった方を会館にまあ連れてきて、うん、で、遺族とかはもうなんか一回お家に帰るみたいな感じだったらしいんですよ、で、その葬儀屋さんの人がまあ森番みたいな感じで、はい、あのご遺体一人にしていくわけにはいかないので、うん、そこの会館で、まあ、とある部屋で安置して、でその人はまた違う部屋でなんか和室みたいのがあって、でそこに布団を敷いてで寝るみたいな感じやったらしいんですよ、でその、夜ですかね、あの寝てたら「おい」って急になんか声をかけられたと、うん、えっと思って、で電気つけたんですって、で電気つけたけど別に何もいないんですよ、今の何やと思って、でそしたら自分のその畳の部屋の襖がちょっと開いてて、うん、でその奥にドアがあるんですけど、そのドアがちょっと開いてるんですよ、うん、そのドアっていうのがその亡くなったその中年男性を、まあ、安置してた部屋なんですけど、うん、あなんで開いてんねやろうと思うんですよね、でそこまで行ってで中入って、まあ、別に何もないです、そのご遺体も別に綺麗な状態のまんまやし何もないと、でドアもう一回閉めて、うん、でえっ、ー、と
なんか気持ち悪いなと思ったらしいんですよね。でまたあの畳のとこも戻って、で電気消して布団かぶって、あのさっきそんなことがあったからこうじゃなくてこうかぶったんですね、うん、そしたら次中でおいってこう言われたっていうのがあって、うん、でこれが一体何だったのかというと、その中年の男性が亡くなってご族さんたち来られて、その時いろいろ話し合いするわけですよ。あのお通夜どうしましょう、お葬式どうしましょうとか、即用はとか、なんか食事の量はとか、もういろいろあるんですよ、うん、お布団はどうするやのとか、今日かあのお花どうするとかいっぱいあるんですけど、まあ、そんな話をして、で一段落終わって、じゃ あのこれでさせてもらいますねって言った後に、うん、なんか女の人が一人パーって近寄ってきて、うん、でその人がすいませんと、あのこれ棺に納めてもらっていいですかって、なんかハンカチかなんか布でこう包んだ何かを渡してきたんですよ、うん、でそれをあかしこまりましたって言って受け取って、自分のスーツのポケットに入れたんですよ、はい、でそれを忘れてたらしいんですよ、はあ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 、であのその自分のスーツのこれ見た時に、うん、あの指輪やったそうなんですよ、はあ、まあ、だからこれだから分かんないですよ、愛人とかなんかなちょっと分かんないですけど、はあ、でそれを要は教訓にしてるんですよね、うん、これ忘れてたからそういうことがあったんやと、うん、でそれをあの、まあ、棺に納めたら、まあ、亡くなったちゃんちゃんっていう、まあまあ、よくできた話じゃ話なんですけど、うん、あその先輩のその年配の人がっていうことがあるからお前も気をつけろよってすごい言われたことがある、はあ、まあ、あの葬儀屋さんはねメモ取んのはもう、 あのもう絶対なんですよ、はあ、絶対にメモいるんで、はあ、あのなんか口約束で、あすいません、あの例えばじゃあお葬式の時の食事一つ増やしてくださいって遺族さんに、はい、あ分かりましたって言ってメモ取らんかったら忘れるんで、絶対に、うん、絶対に忘れるんで、だから A4 の紙を僕あのいつもこう折ってこう入れてるんですよ、はあ、で一日中やるじゃないですか、で一日終わったら真っ黒みたいな、はい、なんか葬儀屋さんはそんな感じですよ、うわそんだけやっぱこう細かく書かないとあかんす、絶対書かなあかんす、だってその料理の例えばなんかね、じゃあ数ちょっと買います、うん、あ分かりました、じゃあそれちょっと後であの食事屋さんに言っときますねって言った後に、うん、他の遺族さんからすいませんちょっとろうそくの火がとか、あ行きます行きますってバーってやって、でやったら次なんかお坊さんが来て、あどうもとか、あじゃあこちらでってやってるうちに料理のことパーンと忘れますよね、それは忘れますよ、うわ忘れて当然、あやっぱでもそれだけこう慌ただしく、あそうそうそう、だから葬儀屋さんってあの要はまあお花もあるしお坊さんも来られるし食事のこともあるしその会館ものこともあるし、あのまあ全部をこう受け負うんですよ、うん、葬儀屋さんって、うんうん、まあ、だからやっぱりこのことあのことこのことってやるんで、うん、絶対メモは多分葬儀屋さん働いてる人だったらもうそうそうって多分言うと思います、あ、はい、だと思います、ディレクターなんですよ、だから総裁ディレクターってディレクションする人やから、うんうんうん、まあそんな感じですよ、だそれの教訓になるような階段ですよこれ、なるほどね、うん、いやこれでもね僕ね正直そのスリラーナイトにね今まで来られたお客様の中でも、はい、その葬儀屋さんですっていう方ってやっぱりいらっしゃるんですね、はい、なんですけどことごとくやっぱそういうかね階段的なものありますかって言ったら、うん、誰一人ないですって言うんですよ、うんうん、だ僕の中ではその統計的に葬儀屋さん階段がない、ただあ統計が出てんねや、そう、ただ不思議なのが、うん、人が亡くなる前つまり病院関係、うん、医療関係の人、うん、病院勤めてますって看護師さん来られると、うん、僕調べですけど、うん、90% 以上の方がありますって言うんですよ、うん、おお、あ、それ面白い統計ですね、あでもあのほら、まあ、火葬場で働いてたこともあってですよ、その例えば、まあ、別にあの批判してるわけじゃなくてテレビの人とかもやっぱその元火葬場職員が話す怖い話って絶対使いたいじゃないですか、はあはあ、それは絶対その方がね、うん、インパクトもあるかもしれないですけど、うん、火葬場でそんなないんですよ別に、うんうんうん、そんな、まあそれが僕は鈍感なだけかもしれないですね、あの一応同僚の人とかでもなんかいつもいるなとか言う人もいましたけど、はあ、で僕はほんま鈍感なんで、あのそれは全然長いんですよ、うん、でも確かにですよ、例えば僕じゃ あの亡くなりましたと、うん、で僕がもし幽霊になった時に、うん、火葬場行くかなと思って、あの家とか行くっす、はいはあ、と思ったんですよ、うんうんうん、もしくはあのそれこそ病院っていうのも、うん、自分が亡くなった場所とか、うん、やったらなんか行くかな、でその葬儀会館わざわざ行くかなみたいな、うん、まあ、うん、行くかもしれへんけど、その家族が集まってたらね、うん、っていう意味ではまあなんかそうかもなって思いますよね、うん、なんかその病院とか家に出るっていう方がなんか自然な感じはしますよ、うんうん、なんかねその亡くなる間際とか、うん、亡くなった直後だとねやっぱそのまだ病院にいらっしゃったり、はい、そのご遺体があったりするのかもしれないですけど、うん、その時にはね何かそういうものがあるのかもしれないですけど、そっからそのじゃあお葬式ってなった時って、うん、
ね、まあ、まさにでももしそういうものが本当に、ね、存在するならば、それをこう上に上がってもらうためのお葬式なわけですしね。そうですよね。あの、まあ、これ僕の体験じゃないですよ、すっごい短いですけど、その自分はよう見えるっていう葬儀屋さんが言ってたやつがあって、うん、葬儀中になんかね、白いもやみたいなのがこうずっと天井をこうぐる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 してたっていうんですよ、うん、で言うとなんか魂みたいな感じですよね、なんかあの水木しげる先生の魂みたいな感じのがなんかこうぐる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 してて、うん、でその時にあのお坊さんが、まあそのお経を唱えてるじゃないですか、「観音寺宿徳病道生」とかなんか唱えてるじゃないですか。でその時にあのその白いやつがお坊さんの体をこう通り抜けるんですね、うん、通り抜けた瞬間にお坊さんが「うん」っていうのを何回か繰り返してたっていうのは、面白いとか思ったんですけど、僕は体験なんですよ、僕は体験ないけど、うん、なんかそういうことを聞いたことはあります。はあ、やっぱりその普段ね、なかなかこう知る機会のない職業のお話ってやっぱ面白いですね。あ、まあなんすかね、自分、まあこれもあんまり言い過ぎてあれやけど、うん、自分のお子さんの葬儀代金踏み倒した人とかいますから、そっちの方が僕はお化けよりもあの本当に怖いですね。はい、はい、今回はここまでとなります。さあ次回どんなエピソードが飛び出すのか、乞うご期待です。